はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、筋肉マン極みタッグランブやっていこうと思います。ということでね、やっていくんですが、まあ、今回はね、ガチャの話をちょっとしようと思っていて、前回ね、なんか10連分のチケットをね配られたので、回してみたらストロングザブドウの方が出ましたよということで、まあ、ちょっとねネメシスの方を狙ってたんですが、まあ、ブドウの方出ちゃったよねって思って、まあしょうがないか、出ないよりいいよねって思ってたんだけど、ねパーフェクト超人自体をネメシスじゃなくても持ってないので、俺がね武道が半端に出ちゃったせいでネメシスの欲しさが増してるっていうそんな状態ですね。なので、まあ、ちょっとね、まあ、10連分ないんだけど、とりあえず単発でチケット引いてみようかなと。それでも出なかったらちょっと本当は貯めときたいんだけど、どうしようかな。一応ね、今、62,182 肉ジェムがありまして、一応5万ジェムあれば、完走できるというか、天井まで達するから、まあ、5万ジェムさえ残しておけば、なんかもしも欲しいのが来た時に、回すことで手に入るかなというところも含めると、まあ、6万ジェムあれば1万ジェムは使ってもいいのかなと思っちゃうんだけど、でもね、あんまりね、あんまり使わずにちょっと、初めのうちはね貯めといて、ここぞという時に回したいみたいなところがあるんでね、悩んではいるんだよなというところですね。でね、ちょっとねついでに、動画にするついでに聞きたいのが、こちらのねお楽しみガチャなんですが、これね最大、肉ジェムが2900もらえるチャンスだよっていう風になってるんですけど、1回だけねこれ出たんすよ、2900なので、ねこれ確率見てもね、1から2900 100% 出るよってなってて、2900が何パーで出るかとかが全然書いてないからわかんないんだけど、2900ジェムみんなどれぐらい引いてるのかなっていうまああんまりね俺んチャンネルコメントつかないんだけど、もしねバンバン2900出てるよって人いたら教えてくれ逆に、全然出たことないですっていう人も知りたいかな。で、一応ねなんか交換ポイントっていうのが130になってたの、なってるので、まあ、13回は10連を引いてるんだよね。でそれで1回しかまだ俺2900が出てないので、まあこれね肉ジェム当たるチケットはなんかミッション達成した数とかでね、配られたりもするので、まあ、もっと先までね進めてる人は、回せてる回数も多いと思うので、まあ、2900はね何回も当たってる人もいるのかなと思ってちょっと気になったので、もしね肉ジェムバンバン当たってるよっていう人とか、まあ、あるいは逆にね200回ぐらい回してんのに1回も当たってないよって人とかねいたら教えてくださいみたいな、そんな感じっすね。はい、ということで、まあ、ちょっとねもう我慢して貯めるつもりだったんだが、まずはちょっと単発から入って、そこでもね全然引けなかったらどうしようかな、少しネメシス狙ってみるのもありかな、ちょっと迷ってんだけど、まあ引きながら考えよう。6回はねちょっとチケットで単発で引けるので、まあ、そこでね出てほしいな、単発でも出てると見せてくれ。さあ1発目、これはレアですね、おそらく。カニベース。さあ、次行きましょう。いけ！いや、単発だってやれるでしょ。SSR1 回ぐらい出てくれ。さあ、どうよ。カットインなしだが金。これは SR あるのか？お、ロビンナイト初ゲット。これはまあ悪くないんじゃない？あれ、ロビンナイト？名門ロビン家ロビンナイト、これあれか、ロビンマスクの親世代か。次行きましょう。いけ、まあ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  SR 出ればね、別に単発で引いてても10連で引いてても、ちょっとなんか花火がいい色してた気がするけど。でカットインこの2人で金。お、 SR 続く。お、ジェロニモだ、やった。これ意外と嬉しいは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 い。さあ、じゃあ次行きましょう。あと3回は引ける。
さあカットインもある。青いね、青いとちょっとビューティーローですということですね。さあ次行きましょう。まああと2回引けるからこれは花火が吹き出して、カットインが入るか否か。入らない。光も青い。これはレアですね。筋骨マン。さあ単発ラスト、もう一回行ってみましょう。行け。カットに入らず青い光と、お、でもカナディアンマンが出る。まあでもって言っても別にカナディアンマンが欲しかったわけではないんだけど、なるほどね。まあさすがに単発では出てくれないか。でね、リリース記念ガチャの方も10枚溜まったので、まあこっちもちょっと引いてみましょう。いけ。さあこれは10連なのでちょっと SSR に簡単じゃないか。うわカットインすらないぞ。そして光も金、カレクック、ザーマンリキ、予作スカルボーズ、あ何気にハツゲット、カニベース、岩尾、あサムソンティーチャーサポート超人、おスプリングマンだ、やった。あスプリングマンはなんかちょっと嬉しいかもしれん。でミキサー体験かぶる。なるほど、SR は一応4枚出ましたが、ちょっと微妙っすね。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、これじゃあ終われんな、終われんなってことは、やっぱりネメシス狙うか。もうちょっと貯めときたかったけどね。いや、半端に武道が出ちゃうから余計にネメシス欲しくなってんだよ。一応ね、天井分の5万はないものとして貯めておきたいので、今手持ちは 12,182 ですね。ってことは、5連はちょっと届かないぞぐらいの感じなので、まあ5連っていうか50連か。まあ5回、4回までだな。引くとしても。うわぁ。まあ4回までか。あーいやどうしようかな。ネメシス引けたらまあ撤収、ネメシス引けたらまあ撤収、すり抜けで他の SSR 出ても一旦止まるか冷静にっていう感じで、ちょっとマックス40連で引いてみよっか。どうしようかな。まあ行きます。さあ一発目、さあ一発目はどうだ。これちょっと演出的には SSR なさそうか。うーんちょっとなさそうだね。カットインなしの金、ブロッケンマン、予作、デビルマジシャン、ジェシーメイビア、オカマラス、お腹ボテマスク、ケンダマン初ゲット、ジェシーメイビア、ベンキマン、ブロッケンマンブロッケンマンが2回出たか。さあまあちょっと引き始めちゃったら止まれないよね。2回目いきましょう。せめて SSR1 回くらい出てほしいな。まあカットインが入って光が金、これはダメなのか。もう光が金な時点でないのかな。カニベース、ビーンズマン初ゲット、岩尾、タイルマン、ジェシーメイビアからの、おプラネットマン初ゲット、岩尾、ジェシーメイビア、ベンキマンからのアトランティスかぶり。まあ、SR はそこそこ出てるなって思ったけど2体か。いやちょっと SSR1 回ぐらい出てほしいな。3回目いきましょう。いけ。ちょっとね、引き始めちゃうと止まらなくなるみたいなところがあるのが嫌なんだけど、これなんかでも今回は。はい、カットに入って、おし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 、なんかあるなんかある、頼む、ネメシス、ネメシス、カレクック、ベンキマン、スカイマン、
ユーティーローです。ちょっと待って早く来て不安コツマン嫌です。アリスンかナチグロン初ゲットだけど、まあサポート超人ね、カナディアンマンが来て、あれちょっと待ってないの、オカモラス、わあロロロロじゃないんだよなんで武道なんだ、武道が被ったか、まあ、ちょっと撤収だな。まあ SSR 出たらね一旦撤収しましょうと冷静にねって話をしてたので撤収しますけど、違うんだよななんでネメシス出ないで武道武道なんだ。そうか、まあ、ちょっと待って、まあ、でも一応収穫確認しましょうか。ナチグロンのサポート、装備者の回復率アップ、サムソンティーチャーは悪魔超人なら攻撃力防御力 15% アップか。一応ビーンズマン確認しようか。あー HP 回復ね、はい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 。ロビンナイト、全体のクリティカル耐性ダウンか、はいはいはい。で武道が今回出たことで突が進む、まあ一応突を進めますかストロングザ武道の覚醒が2になった。次はあと40か、もう一回当たると上がるね。そうですかそうですか、ストロングザブドウ5214、まあちょっとレベルも中途半端だけどね。まあでもやっぱり突が進んでるだけに強いか、あ強いねまあ比較対象がちょっと、比較対象がアリサさんだからどうなのかなって感じだけどね。まあこっちのウォーズマンは突が、逆に進んじゃってるから比べんのもなって感じだけど、まあでもそ結構似通ってんな。はあ。いや武道だ、いやだからさ、武道が出たのにパーフェクト超人がこっちにいないから、ちょっとネメシスさらに欲しくなってって話をしてたのにネメシス出ずに武道がさらに重なるっていうね。いやちょっと辛いねこれは。いやそうなんだよね、だからお楽しみガチャでさ2900肉ジェムが当たったとしてもさ、その2900で当たり SSR 引けなかったら何でもないからね。そう考えると肉ジェムの当たりってちょっと微妙なのかなみたいに思ってしまう。でスプリングマンが悪魔超人防御力アップか、ほい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 。でジェロニモですね、ジェロニモ敵全体の防御力ダウンか、なるほど。ジェロニモはね意外と好きな超人ではあるんだが SR だからなこれは。そしてケンダマン味方地属性防御力 8% か、なるほどね。あれケンダマンと、あれケンダマン、ケンダマンとなんだっけ、ド忘れしたなまあいいや。プラネットマン宇宙的レスリング4ターンの間リング内にいる場合のみ時短に必殺技ゲージ、あー必殺技ゲージ増えるやつか、なるほどなるほど。で、スカルボーズですね、パーフェクト超人が、あケンダマンってパーフェクト超人なんだっけそうかケンダマンパーフェクト超人か、あケンダマン使いますいやあのねマジで今までパーフェクト超人自体を1枚も持ってなかったっていうのは事実で、パーフェクト超人欲しいなとは言ったけど、ケンダマンはノーマークだわ。ケンダマン使う？いやーあんま
ま強い気しないんだけどな。地属性の防御アップか。まあ、テリーが硬くなるっていう利点はあるのか。テリー捨てかせあたりと一緒に使ってみる。あ、地属性の攻撃力アップだ。地属性染めとかできるかな。なるほどね。いやでもさ、ちょっとそっちっていうね。なるほどね。そっか。まあね。ケンダマンこっち4体いるわ。そっか。いやネメシス、いやグロロロロログロロロロじゃないんだよな。マジか。ちょっとレベル60にしてみて。5611か。たださ、いやパーフェクト超人ケンダマンしかいないのに宝の持ち腐れすぎない？いや、やっぱネメシス狙うしかないのかこれ。まあとりあえず今日のところは一旦これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。